2019アジアサッカー連盟アジアカップにイスウが電撃抜擢された。合流後、すぐに初め戦から加わる予定だ。大韓サッカー協会は6日、イスウが7日午前5時、アラブ首長国連邦ドバイに到着すると発表した。協会によると、 イスウは所属チームの休暇期間に合わせて韓国国内で休息を取っていたが負傷選手に代わり、代表に抜擢。急遽、ドバイ行きが決定したという。なお、イスウはフィリピン戦でベンチ入りした後、12日のキルギスタン戦より出場すると予想されている。